お客さんに喜んでもらえるのがやっぱり一番嬉しいっていうのかな。そう、うちはやっぱり個人の仕事がやっぱり多いんで、あと玄関の石を張ったりとか、庭でいうと、まあ、なかなか少なくなったんですよ、灯籠を作ったりとか。あの家の石垣だったらもうずっと家に通うもんで、家の方おられるし、普段から話しながら仕事をやりますんで、話し方とかですごく喜んでもらってるのが感じるんで、本当あのやっぱり嬉しいですね。石垣だったらもうしっかりピカピカに磨くとか、石垣だったらもう空いてない方がやっぱりいっぱいに見えるんで、しっかり間があまり開かないように、喜んでもらえるように頑張ってます。